リーダーは常に謙虚でなければならない。謙虚なリーダーだけが協調性のある集団を築き、その集団を調和の取れた永続する成功に導くことができる。リーダーの行為、態度、姿勢は、それが善であれ、悪であれ、本人一人にとどまらず、集団全体を伸びのように拡散する。集団、それはリーダーを映す鏡なのである。リーダーと現場の従業員が日々の仕事の中で採算を高めようとして努力することが、会社全体の採算を向上させていくのである。会社が大きくなっていっても、事業の目的に沿って独立採算が成り立つように組織を分ければ、中小企業の経営者のように経営者意識を持ったリーダーや社員が輩出してくる。仕事の本当の喜びと醍醐味を味わうためには、渦の中心になって周囲の人たちを巻き込むくらい自発的に積極的に仕事に取り組まなければならない。会社にはたくさんのビジネスの渦がある。その周りを漫然と漂っているだけであれば、それに飲み込まれてしまう。真の革新者たちが新しい世界を切り開き、開拓することができるのは、彼らが経験豊富であるからではなく、また常識があるからではありません。それは彼らが本当に崇高な人間の本質を知っており、基本的な原理原則に基づいて判断を下しているからなのです。人間としての道理に基づいた判断であれば、時間や空間を超えてどのような状況においてもそれは受け入れられるのです。そのため、正しい判断基準を持っている人は、未知の世界に飛び込んでも決してうろたえたりはしないのです。常に原理原則に基づいて判断し行動しなければなりません。常日頃より原理原則に基づいた判断をしていれば、どんな局面でも迷うことはありません。原理原則に基づくということは、人間社会の道徳、倫理と言われるものを基準として、人間として正しいものを正しいままに貫いていこうということです。時代がどう変わっても、革新に至る唯一の王道は、現状をよく分析し、さらなる可能性を限りなく追求していくことなのです。使われる人の人格を無視しては近代産業は成り立たない。成功に至る近道などありえない。情熱を持ち続け、生真面目に地道な努力を続ける。このいかにも愚直な方法が、実は成功をもたらす王道なのである。
人生の明暗を分かつものは運不運ではなく心の持ちようだ。苦しい時にこそ明るい希望を失ってはならない。また成功した時こそ感謝の心、謙虚な心を忘れてはならない。利益を追うのではない。利益は後からついてくる。土俵の真ん中で相撲を取るべきだ。余裕が十分あるうちから危機感を持ち、必要な行動を起こさなければならない。これが安定した事業を行う秘訣だ。素直な心、熱意、努力といった言葉はあまりにプリミティブなために誰も気に留めない。しかし、そういう単純な原理にこそが人生を決めていくポイントなのだ。夢を持つことを恐れてはいけません。大胆になるのです。夢に酔うことは決して罪悪ではありません。どうしてもこうでなければならない、こうしたいという強い意志が経営者には必要なのである。自分の利益や便宜、あるいは自分が他人の目にどのように映るかだけを考えていては、息のあることを成し遂げることはできません。自他ともにその動機が受け入れられるものでなければならないのです。新しい事業を始める際に最も重要だと考えていることがあります。それは自らに動機善なりや指針なかりしかと問うことです。言い換えれば、そのプロジェクトを始める理由が利己的な動機ではなく善意に基づくものであることを確認することです。経営における判断は、世間でいう筋の通ったもの、つまり原理原則に基づいたものでなければならない。我々が一般に持っている倫理観、モラルに反するようなものであれば、うまくいくはずがない。困難に打ち勝つためには、エネルギーを集中させ、人間の潜在能力を引き出さなくてはなりません。それが人々を成功へと推し進めていくのです。どんな困難があっても、それを乗り越え、成就するまでやり遂げようとする強い意志が、体の奥底から湧き出てくるような人でなければ、創造的なことをすることはできない。日々新たな創造をしていくような人生でなければ、人間としての進歩もないし、魅力ある人にはなれないだろう。計画の段階では悲観的に構想を見つめ直す必要があります。
悲観的とはどのくらい難しいかを真剣に、慎重に、小心に考え尽くすことです。最後までご視聴ありがとうございました。またご視聴ください。